それではアクティビティの依存関係について説明していきますまず IT 用語としてのアクティビティというところは人間の行動や作業業務手順の単位システムや回線の稼働状況などのことを示します以前説明したアローダイアグラムパート図でもこちらのアクティビティを並べてその作業の順番を表しています それでは、アクティビティの依存関係について具体的なところを見ていきましょう。アクティビティの依存関係には大きく4つあります。まず1つ目は、終了開始関係、フィニッシュ s スタート、略して FS 関係とも言います。A が終了したら B を開始できる。例えば、調理を完了したら盛り付けが開始できる。というところで、アローダイアグラムはこのパターンになります。次に、 開始開始関係、スタートトゥースタートで SS 関係とも言います。A が開始したら B を開始できるというところで、例えばコンサートの受付が開始されたら入場を開始できるといったような関係になります。次に終了終了関係、フィニッシュトゥフィニッシュ、略して FF 関係とも言います。 A を終了したら B を終了できるというところで例えばコンサートが終わったらグッズ販売を終了できるといったような例があります最後に開始終了関係スタート o フィニッシュ FS 関係とも言います A が開始できれば B を終了できるパターンで例えばコンサートが開始されたら受付を終了できるといったようなパターンになります それでは実践問題の方を解いていきましょう。それでは基本情報技術者試験令和元年秋、午前問五51について見ていきましょう。二つのアクティビティが次の関係にあるとき、論理的な依存関係はどれか、システム要件定義プロセスが完了すれば、システム方式設計プロセスが開始できるというところで、こちら、完了と開始という流れになりますので、 フィニッシュトゥースタートで FS 関係が正解になります以上になりますこのチャンネルでは情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説していますこれからも解説動画を増やしていきますので高評価チャンネル登録いただけたら嬉しいです過去動画検索にはマサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください概要欄にリンクを貼っています ご視聴ありがとうございました。